はい、コナンです。豪快チェンジ、実はゴーカイジャーのモバイレツの声と妖怪ウォッチのウィスパーの声が同じって知っていましたか？両方ともね、声優の関智一さんっていうね、そう言われてみれば一緒だよね。ちなみにね、ドラえもんのスネ夫の声も関智一さん、ウィスパーと同じ声です。それでは今日は極ウィスパー祭りの星集めやっていきたいと思います。その中でも比較的難易度の高い星集めやっていきます。武器民族で最大ダメージ3000以上、こちらやっていきたいと思います。まあ武器民族アタッカーで何を選ぶか、まあいろいろね、人によって選択肢あるとは思いますが、僕は C ランクの花子さんを選びました。レベル50の技レベル3、そして単体攻撃です。意外に強かったりする。そして攻撃力アップの妖怪としては SS ランクのプラチナ鬼、そして S ランクの赤鬼、そして A ランクの決め手魔王、こちらの3体でブーストしておいてアタッカー花子さんという作戦です。そして覚醒閻魔、まあこれはね、種族効果を狙っています。豪傑でプラス31、そして武器民族でプラス 26% の種族効果狙っています。さあ行きます。攻撃力アップからの、そして決め手魔王でまたさらに上げる。さあ花子さんどうだ、6450、かなりいったね。そして覚醒閻魔、おお1万超えたね。こちらはかなり強力です。さあ星ゲットすることができました。さあおはじきバトルやっていきましょう。さあおはじきバトルもだいぶ慣れてきたよね。特殊能力持ちを3体入れています。セバスチャン、ウィスパー、ウィスベ、そして今回 SS ランクの覚醒ほのぼのと覚醒引きコウモリを入れてみました。さあセバスチャンはパーフェクト1675、さすがだよね、やっぱり特殊能力はすごい。さあウィスパー、こちらもね特殊能力あります。さあちょっと取りこぼしましたけども265、まあまあいきますね。さあウィスベ、こちらも特殊能力持ちだよね、結構期待できます。さあストレートどうだ、おーパーフェクト、いい感じ、おー951、かなりいったよね。さあ SS ランクの2体がどうでしょうか。特殊能力はないけども一応 SS ランクなのでそこそこ期待できると思います。115、まあまあでしょう。さあ覚醒引きコウモリ、さあ今回手でいきます。さあパーフェクト狙って、おー行きましたね、パーフェクト328、かなり行きました。スコアの方も結構伸びたよね。お疲れ様でミス、ワイマネは418、ワイマネ。さあガツッとダメージ、おっと倒したか、倒しましたね。3000以上のダメージ与えました。今66回ウィスパー倒しています。ポイントも溜まってきました。さあ次はフィーバータイム3回以上、こちらやっていきたいと思います。これはね結構難易度高そうですよね。さあ今回使っている妖怪を紹介しておきます。 S ランクの激辛ボーイ、プリチ族デカプニを作ります。そして D ランクのコンタン、レベル31の技レベル3で HP 回復、回復量は200です。 A ランクのセーラニャン、今技レベル2で HP 回復、回復量は260。 B ランクのミカンニャン、今レベル4の技レベル1で HP 回復、回復量は200です。そして最後は SS ランクの覚醒閻魔、この5体で挑戦しています。フィーバータイム3回なので回復系をたくさん入れて
まあ、ゆっくり倒していくというスタイルをとっています。そして比較的攻撃力が少ない妖怪を選んでいます。あまり早く倒しちゃってもね、フィーバータイム3回いかないからね、この辺りが難しいよね。フィーバータイム3回は倒さず行くんだけど、まあどっかで倒さないといけないので、まあその辺りちょっとうまく調整しながら、まあ覚醒エンマあたりで調節するのがいいのかなという作戦です。まあ、あとは激辛ボーイでデカプに作ってフィーバータイムをね、まあたくさん回せるような感じでやっていますけども、さあうまくいきますでしょうか。まあ回復系がね3体いるので、まあなんとかなると思います。さあみかんにゃん可愛いよね。なんかセーラにゃんもみかんにゃんも可愛いよね。ちょっと今まであまり使っていませんでしたが、ちょっとねこれからこの辺りの妖怪もね使っていきたいと思います。結構使いやすいんだよね。なんか色的にも分かりやすいしね。さあフィーバータイム入りました。どんどんいきます。意外とこのステージ敵が強い。結構やられてますね。ちょっと倒されないようにうまくやらないといけないよね。どうなんでしょうかね。皆さんはどんな妖怪で挑戦していますでしょうか。フィーバータイム3回以上。おっと結構やられてきましたね。ちょっと残り体力がちょっと500おって今回復でちょっとつなぎました。これでまたちょっとつなぎましたね。残りウィスパー1体になったのでちょっと安心ですね。3体いるとさすがにちょっと攻撃が激しい。さあデカプに作ります。さあフィーバーゲージを貯めていきます。さあなるべくプニを長くつなげるとフィーバータイムが、フィーバータイムじゃない、フィーバーゲージが溜まりやすい。おっとやばい、残り体力が255だ。さあデカプニ激辛ボーイ。おーセーラニャンが来た。危ない危ない。さあ回復です。しかしちょっとやばいですね。さあ回復、おっと来ましたフィーバータイム。これでミッションはクリアしたと思います。さあみかんにゃん、そして最後覚醒エンマでとどめさしましょう。覚醒エンマは自分が消えるほど強力なので若干盤面整えてから必殺技出しました。これでいったでしょう。フィニッシュです。なんとかミッションクリアできたんじゃないかと思います。いきましたね。さあ次はボーナス玉7個以上殻破りの必殺技でとどめ、こちらやっていきたいと思います。ボーナス玉のミッションに対してはボーナス玉を作る必殺技を持つカルラを入れています。あとは KK ブラザーズのデカップにこの辺りで対応できるんじゃないか、まあ、7個くらいだったらねそれでいけるんじゃないかと思っています。あとはなるべくデカプニを意識して作りながらいきたいと思います。デカプニを作れば弾が、まあ、一定確率でね出てくるんで。そして最後殻破りの必殺技でとどめなんですけど、殻破りの必殺技威力が非常にしょぼいのでコマジロー S で攻撃力アップしといてからのとどめでいった方がね、まあ、狙いやすいんじゃないかなと思ってちょっとこんな妖怪で挑戦してみました。さあカルラボーナス玉4個作ります。さあまあまあいい感じじゃないですかね。さあこれでとどめの準備はできましたけども、まだその射程距離に入ってないね。意外と敵が強いよね。なかなかゲージが減りませんね。もう少し削っといてから最後とどめいきたいと思います。さあここはどんどん削っていきましょう。回復、ちょっとねアタッカーが殻破りしかいないっていうのがねちょっと辛い編成にはなりますが、おっとやばい、体力がほぼほぼないぞ。おっとやられた。マジか、ちょっとのんびりやりすぎましたね。ボーナス玉7個なんであんなにボーナス玉出す必要はないっていうね。わかりました、もう一回挑戦します。今度はちょっともうちょっとねテキパクといきましょう。ボーナス玉は作りすぎず7個ぐらいで抑えておきたいと思います。
さあ行くぜ。まあ、ボーナス玉はね、カルラの必殺技2回出せばいいので問題ないでしょう。まあそうは言いつつもなるべくデカップに狙いながら行きます。さああとはひたすらプリン消していきます。まずは殻破りの必殺技でとどめの射程距離に入るまで相手のね体力を削っていきましょう。さあデカプニ、さあすでにもうコマジロー S はハマっていますね。さあ殻破りもスタンバイできました。さああとは体力どんどん削っていきます。さあボーナス玉もそろそろ7個ぐらいできたんじゃないでしょうか。もう1回ぐらいカルライ必殺技打っておきましょうか。まあ編成としてはもうちょっとアタッカーをもう1体ぐらい入れといた方がやりやすかったかなという感じしますけども、まあいいでしょう、いけそうですね。さあ回復しましょうと言いつつちょっと体力がやばいねだいぶ押され気味です。さあここで回復です。さあウィスパーを倒しました。残り1体になったのでちょっとまあ比較的やりやすいですね。フィーバータイム、ここはまあ軽く流すような感じでいきましょうか。ちょっと殻破りのね必殺技は温存しておきましょう。さあデカプニ、さあどんどんプニ消していきます。ここで回復です。ちょっとね体力がやばくなってきたので839いけるかな。さああとは射程距離がどのぐらいかちょっとよく分かりませんけども、もう少し削りましょうか。ちょっとね殻破りのね必殺技が非常にしょぼいんですよね。今技レベル4なんですけど、やはり D ランクということもあってちょっとね威力が微妙なんですよね。さあどうだこれ、おっとやばい、もう23だ、行きましょう。攻撃力アップからのちょっと射程距離微妙ですけども、そして殻破りどうだ、何生き残っ微妙に生き残りましたね、微妙、マジか。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。